はい、皆さん、チェース。今回もお越しいただき誠にありがとうございます。K の大冒険の K です。はい、どうも。今回はね、お隣さん誰もいないんで、まあ、野郎だけで話していきたいと思います。あのですね、なんと、まあタイトルに出ているとおりね、ハンドスピナーとベイブレード組み合わせてみました。こちらですね。こんな感じのカスタマイズ。はい。で、こちら。まあ、ハンドスピナーとベイブレードということで、名前は、ブレードスピナーです。ベイブレード、ハンドスピナー、そして、ブレードスピナー。はい。まあ、名付けてって感じですね。はい。まあ、これ、ハンドスピナーというものは、まず、手の暇つぶしを解消する道具なんですけれども、まあ、ここまでしたら、手の上じゃ回せないじゃんっていうふうにみんなね、思うと思うんですけれども、安心してください。しっかり手で回せるようにしました。いきます。3、2、1、ゴッシュ！回ります。しっかり回ります。はい。なんなら、まあ、ちょっと回転力落ちて1分くらいしか回らないんですが、こいつの特徴、もう一つあります。いきます。見せます。3、2、1、ゴッシュ！おっと！指の上でなんと回る。いくよ。見えてるかな。3、2、1、ゴッシュ。おっとっと、ちょっと難しいんだけどね。3、2、1、ゴッシュ。そしてベイブレードということでちゃんと回せます。まあまあ見てわかる通りね、これなんじゃ戦えないので、まあご了承ください。すごく遅く回ります。いきます。いくぜ。3、2、1、ゴッシュ。しっかりね、まあこのように、まあ結構遅めですがしっかり回ってくれます。ですがね、このベイブレード回るだけではない。やっぱりハンドスピナーということで止まったら奇跡が起きます。そちらをご覧ください。これです、これです。わかりますか。レイヤーが止まっても下がずっと動いている。これがブレードスピナーの力。手でちゃんとしっかり回せる。なおかつバランスも取れる。そしてベイブレードとして回ることができ、止まった時ずっとこいつが回っている。この4テンポ素晴らしいでしょ。俺作ってるこれすごいお気に入りなんだ。これもう暇つぶしできるし、こうやって回してね。でさらに、まあハンドスピナーといったらやっぱバランスを取るのもさ、まあ暇つぶしの一つの理由じゃない。だからそれもできたらいいなということで、ちょっとね頑張ってね、中心寄るようにちゃんと作って、まあこんな感じですね。はい。まあこいつ戦ったらどうなるのかちょっとわかんないですけど、まあちょっと戦わせてみます。じゃあ戦わせてみようかね。仕方ないね。うん、俺キャラクター崩壊してるぞ。大丈夫か。じゃあまずは最初に、まあいやさ、こいつ戦わせたら壊れちゃいそうな気がするんだよね。大丈夫かな。それ2、1、ゴッシュ。あ、ダメだ。ミスった。思い切りミスった。でもね、こいつ戦うようには作ってねえんだわな。ただ一応回るようには作ったんだ。うん。じゃあまあ、対するは、ドラシエル。凍結ドラシエル。もう凍ってるかのような。すごいでしょ。もう、夏見たらこれ涼しめるでしょ。そう、涼しいベイブレード。涼しいでしょ。見てるだけで涼しくなるでしょ。じゃあこれをちょっと使っていきたいと思います。いきます。3、2、1、ゴッシュ。ベイブレードとしての能力は皆無ですね。使いません。ただ、こいつ単体で回した時の、あの動き、止まってからもこいつ自身が回り続けるというこの効果と、自分の手の上で回すとバランスが取れるというこの面白さ、素晴らしいと思いますのでね、よかったらね、これとても作り方簡単です。瞬間接着剤がありますよね。うん、レイヤーくっつけて下くっつけるだけ。以上。そして以上。